TEDx 神戸の松原ひろしです。和田海と言います。アキオです。アッキーナです。サオムカチコリア。モスはジョムファイ。メディアモコイチロヨダ。サキマホ。シュチサガモト。メイコマツモロ。コウジ。マツカワンナです。スタッフのカジタニと申します。 TEDx というのはアイデアズ・ウォーズ・クレーティングという理念のこと、年代や性別や国籍とかバックボーンが違う人が集まって、その幅の広さっていうのはすごくあの TEDx 神戸の特徴だと思います。今回のTEDx神戸のテーマが、ダイバーシティということで、 That's very very important topic。 ダイバーシティという言葉は僕にとっても非常に、価値のある言葉です。 People with different nationalities, people with different opinions。 みんな同じ方向には向かってるけれども、それぞれなんかいろんな視点があって、みんなが自分だったときにこそいいものができるっていう。 It's a courage to show yourself, be yourself。 何か考えるきっかけになればと思っています。まあ、ちょっと踏み出すことで世界が変わればなと思います。 Dive into diversity。 Let's dive into diversity。 Dive into diversity。 Dive into diversity。